今日の全身山梨は静岡県からお送りします。ここ日本平夢テラスでは駿河湾を一望できる絶景が楽しめるんです。今山梨県と静岡県ではそれぞれの県産品の購入や観光を推進するバイ富士の国キャンペーンを展開しています。バイ富士の国のバイは買うと寄り添うを意味し、両県の特産品の購入や観光交流を促進し、新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた地域経済をみんなで盛り上げることを目指しています。現在山梨の観光果実園では静岡県民を対象に特典キャンペーンを実施中。およそ50カ所の観光農園で料金の割引や果実の無料配布などさまざまなサービスを展開しています。さらに山梨静岡県では県立文化施設の観覧料が半額になるキャンペーンが行われているんです。山梨県内では美術館や博物館、リニア見学センターなど5カ所の県立文化施設が観覧料半額。一方静岡県は、私が訪ねたのは静岡県立美術館です。考える人で有名な彫刻家ロダンの作品が数多く展示されているんです。この素敵な美術館も常設展観覧料が半額になるんです。他にも富士の国地球環境史ミュージアム、静岡県富士山世界遺産センター、富士の国茶の都ミュージアムが割引対象です。このキャンペーンは今月末まで実施されています。山梨と静岡でお互いに助け合い、一緒に盛り上げていきましょう。ここからは県からのお願いです。人との間隔はできるだけ空け、接触を避ける、マスクの着用、手洗いの徹底、これら3つの基本を習慣にしましょう。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。